29歳、フリーターです。えっ、ー、と、駐輪場で自転車が倒れてしまい、隣のバイクに倒れて当たりました。運転手が警察呼んだ裁判や弁護士立てる、あ、そうか、君には脳がないのか、脳ついてる想像力がない、君とは僕とは違う次元が、次元が違う人間だ、お前はほだ。 この後雨降ってマンホールでこけたら損害賠償を今思えば裁判どうぞと言えばよかったと思うんですが、誤りと無傷なので警察来て連絡先交換になりました。こういうバカの対象をお願いします。電話で何か言い返してやろうと思います。えっ、ー、と、あの、多分頭の悪い人に電話をした時点であなたの時間が奪われているのと、2440円僕に払ってる時点で、そのムカついたということの解消にお金を払っちゃってるんですよ。 なのでムカついた時はそのムカついたことに関して考えること自体がその負け損害をさらに増やす行為なんですよ。要はその何か嫌なことがありました。嫌なこと。でそれを思い返して余計嫌な気持ちになるっていうのはそれプラスで損してるわけですよ。でさらに時間も使うわけじゃないですか。でそれをどうにかしたいって僕に2440円払ってる時点でさらに金銭的な損失もあるんですよ。 嫌なことがあって仕返しをしたいとかやり返してやりたいという気持ちはわかるんですけど、人生って同じようなこといっぱいきます。本当に正しい行為でも、それがそのたまたま証人がいなかったせいで嘘つき扱いされたりとかもやっぱりあるんですよ。なので、どうしようもねえなっていうことに関しては、自分が正しかったとしても諦めるとか、そのことに関して考えないとか、お金を使わないっていう習慣をつけた方がいいと思います。 恵まれた人だと、その理不尽なことってあんまり起きないで生活できるんですけど、恵まれてない人だとやっぱりその社会で生きている上で、なんだかんだ理不尽なことってあるんですよ。なのでその理不尽なことが起きた時に、それにいかに対処するかっていうので、毎回毎回お金をかけてしまうと、どんどん損しちゃうので、なのでそこにあの、コストをかけないっていう習慣をつけるといいんじゃないかなと思います。僕、足踏まれた時はその場で切れるっていうルールにしてるんですよ。 要はあの、足踏まれて、なんか足踏まれて、うわ、痛いと思って、その人は電車降りちゃった。その後に怒るってやっても、もうその人いないじゃないですか。で、その時ムカついたっていう感情を持ったとしても、それはそのマイナスが増えるので、で僕何かムカついた僕やったらその場で切れるっていうルールにしてて、で、その場で切れなかった時は、大して怒ってないってことなんですよ。 足踏まれたらムカつく切れるってルールだったらふざけんなボケってすぐ言えるはずじゃないですか。でも言わなかったってことは実はそんなに怒ってないんですよ。で、思い返して怒るって、要はそれって自分のやってる行為なんですよ。 足踏まれて痛い,いは他人がやった行為なんですけど、思い返して怒るは自分がやってることなので、そこはもう思い返して怒ってしまう自分の考え方が良くないっていう、自分の問題として受け止めるようにしてるんですよね。僕は怒りたい時は必ず怒るっていうのにしてるんですよ。で、それをやらなかった時はもう自分の問題なので、その時にやらなかった自分が悪いから次回は早めに切れようって思うんですけど、問題は僕ほぼ切れることがないんですよ。 <laughs> あの、嫌なことがあって、僕、大体切れないで、ああ、そっか、踏まれたわ、とか、ああ、まあ別に足踏まれるぐらいあるよね、ってなるので、ほぼほぼ切れないので、まあ結果として、その、あの、後から思い返すこともないんですけど、まあっていう感じで、あの、その場で切れるようにした方が、まだマシなんじゃないかなと思います。